ナタの、これ読めばいいか。ナタの各地を冒険していると、炎の印が手に入ります。それをパックス神殿にある灼石の円盤の前に奉納すると、灼石の円盤のレベルが上がり、貴重なアイテムを獲得できます。よくあるやつだね。これちょっと後でまた場所出すけど、報酬は？ああ、こういう感じ。これ原型かな？あ、原型ね。ナタのね。投函とかももらえると。で、レベルがまあ徐々に開いていき、50まで上げれると。あ、なるほどね。よくあるやつ。で、場所的には、ここから行ってみようか、実際。近い。まあ近い。このワープポイントからまっすぐ行きます。で、左のドア入ります。で、すぐそこに鍛冶屋さんがあって、さらに下に降りて、で、ここまっすぐ行って、ここ曲がる。そしたらこれね、灼石の円盤。着席の円盤、これです。じゃあちょっとこれで、アーカイブヒット枠使ったから、ちょっとなったうろうろして、でマジーニム進めようか。あんで、素材がさ、この今回のバージョン5.0からこういう素材の場所が最終ポイントっていうのをざっくり分かるようになったんだよね。もうね、前までは保養ラボ開いてみれば、まあなんか分かるようになってたけど、この地域にしかなさそうなんだな。これ配信外でちょっと軽く取りに行ったから、もうここないかもしれないけど、一応現地行ってみようか。で、ミニマップでもああやって載ってるから、まあ分かりやすい。ちょっと撮りたいだけみたいな感じであれば、これで十分じゃ十分だね。あそこ、ん？あれかな？あれ一個撮り逃してる。これ、あ、違うわ。あれ違う。配信外でちょっと撮っちゃったよ。ムアラニさんを育成しようかなと思って。でもなんかちょっと外れたところにまだ残ってんじゃない？あれじゃないかな？これね。波しぶきのエラー。で、この必ずしもこの中だけにあるっていうわけじゃないから、まあ大体水辺にあるんだろうね。だけど、まあこの中から外れてても気にせず、周辺を探せばある感じっぽかったね。あ、モラ転がってんだ。フリーナさんいると楽だな。水の上歩けるから。ちょっとなんか受注できそうだけど、まだいかんとこ。他の素材もあそこからいけるのかな？こっから、これとかもパッと場所、これ普通の敵だよね。普通の敵も、あのパターンですぐ表示できる。まあ、これは前からかな。ちょっと行くだけ行ってみようかな。まあ、便利っちゃ便利だよね。んで、細かいところは、ムアラニさんならムアラニさん、チームに加えてれば、細かい場所がまたミニマップに出るしね。ざっくりした場所が分かれば、だけど、ムアラニさんとか入れてると特産の場所は分かるけど、その特産が目当てのものかどうかまでは分からんのよな。え、だっけ、合わせて分かりやすいな、合わせるとか。やっほー。せっよっ。
これで素材集めれると、なかなかいい宝箱が普通にある。ケーキに乗った王冠のように予想外のサプライズだね。あ、こういう感じですよと。あ、ついでにあれワークポイント近いな、ちょっとついでにこれいっとこう。どこだ、あの、ん、あの上ではない、これあれ取りながら行く感じの流れなのかな。こっちからも行かれそう。崖上がるの面倒。ただこの上かな、うん、ほい、いや思いのほか高い、うん、スタミナちょっと無駄にしたな、うんうん、便利になりましたね、なったね。そうそう、あの特産品がね結構不便だったから、わざわざスマホ開くのもなーみたいな感じはあったからさ。でもこの他の地域のもあれで表示されるなら、の特にリーウェイの方がすごいありがたいよね。すべての敵というのはあいつらのことか。ようやくはくやるか、お前だか、やっほー、ちょっとずつ出てくるパターンなの。すぐに直してくれましょう。治療しないと、どうぞ不意打ち。お、ここに、ここに来て打ち続けて、行くぞ、ケア、どうぞ、不意打ち、そうか、ね、気をつけなさい。やっぱ世界ランク9にしたから、やっぱ気持ちちょっとやっぱ敵が硬くなったような感じはするけど、全く問題はないね。気持ち硬いような気もするけど、手加減なしだぜ。うわ、おお、予想外の収穫だな。あそこ、あれここから飛べばいいのかな。あ、てかこれで行く感じか。これで取るんだな、あれ。ここから普通にあるか。なるほどね。ああいうのも駆使して取っていけということだな。あとは特にない。じゃあまあ世界任務戻ろうかな。世界任務じゃないわ、魔人任務。これ解除しといて、あ、これがまた200原石か。じゃあちょっとアーカイブ開けようか。